千代田区役所は特別地方公共団体である千代田区の組織が入る施設である。庁舎は九団第3合同庁舎との合築であり、1階から10階を千代田区役所庁舎として、11階から23階は中央省庁の出先機関である総務省関東総合通信局、財務省会計センター、厚生労働省東京労働局、 関東新一厚生局麻薬取締部などの行政機関が入居している。庁舎整備においては PFI 手法が導入された。千代田区役所旧庁舎旧庁舎は千代田区区段南1丁目6番11号に置かれ、現庁舎のほぼ斜め向かいのお堀端の場所にあった。1955年に完成した当時は低層だったが、1970年に高層化され、 千代田図書館を併設するほか、隣接する千代田区公会堂とも連絡橋で庁舎と接続していた。老朽化のため、2007年5月の現庁舎への移転後、しばらくは解体されなかったが2012年暮れから翌2013年にかけて解体された。跡地には、千代田区立高齢者総合サポートセンター及び球団坂病院の共同施設が建設され、 2015年11月24日に開業した、九段 PFI サービス、九段第三合同庁舎、千代田区役所本庁舎。ありがとうございます。